培養素番号 K423。 そう、ここだよ。ここが私の起源、私たちの起源だよ。シーリンは命の最後にやり直したいと違う始まりを願った。その願いから私たちは生まれた。生まれた。理科が上手だな。これがあの男の汚らわしい罪だと忘れたのか。かわいそうなシーリン、死んだ後も安らかに眠れなかった。人類は彼女の遺体を奪い、そのコアを分割し、彼女が存在した痕跡を実験台の数字にした。奴がお前と私を作ったのもその欲望を満たすためだ。自分の目的を果たすためにお前の周りの人たちを操ってもてあそんでいた。でも止めようとしてくれた人もいた。あのバカバカしい計画を、悲劇が再び起きることを止めようとした人たちがいたんだ。彼らの選択が最初の変化をもたらした。守衛に気づかれないようにしてくれよ。彼女を助けた後、彼女はどこに行くの？ネゲントロピーの人間が彼女を引き取るさ。私たちと一緒に来れないの？彼女に会いに行くことはできる。じゃあ、なんて呼べばいいかな？名前は？私とそっくりだから妹だって思っていい？どうだろうな。ジークフリート、またこの男だ。お前という偽物を助けるために彼は本当の娘を失った。皮肉だな。彼は幸せな家庭を、人生を持っていたのに、シーリンとお前は彼にとって最も大事な二人を奪った。私はその罪悪感からこの記憶に向き合おうとしなかった。そして私の弱さはあんたにチャンスを作った。でもあの人たちがくれた善意を私は忘れたくないし、忘れるべきでもなかった。私は K423、 天命が作った律者実験体。あの時の私は真っ白で、この世界に対して何も知らなかった。でもあの人たちが危険を冒して私を助けに来てくれたからこそ、私は誰かに認められる人類になれた。それが全ての原点だよ。バカバカしい。そんなにこの培養層が好きなら、ここをお前の墓にするのはどうだ。誕生の話をしたから、その後の話も見てみようじゃないか。ああ、懐かしい景色だな。ここを覚えているか。東シベリア2010年、私が初めて覚醒しこの体を支配した日だ。あの男が娘を失った後、お前を渡すことを拒み、お前を連れてここに隠れた。ネゲントロピーも天命もお前を探していた。彼らは突撃隊を派遣したが、残念ながらお前に気づかれた。
その後、何があったか、お前は決して忘れない。そうだろ？あんたは私の中で、私の孤独と恐怖を養分にしてた。私が一番弱ってる時に、あんたはその隙を狙って体を奪った。ああ、私はこの人間たちを全員殺したんだ。あのバルキリーたち、あまりにもしつこいから殺した。あの隊長、私を攻撃することもできたが、お前が子供だということに気づいた時、彼女は迷った。その結果、命を落とした。それとお前の父親、あの男はベラとシーリンに害を与えたから、私は迷わず彼の腕を切り落とし、炎の反税を受けた彼を放置した。彼はあの剣で私たちを殺せたのに、そうしなかった。できなかったんだ。お前を娘として見ていたから。全部お前のせいだ。恥ずかしいと思わないのか？平凡？幸せ？愛？お前にそんな資格はない。お前は悲劇だけを生み落とすからだ。この雪原で起きたことのように。最初からやり直す。なぜそんな甘い考えを持つ。世界はお前に悪意だけを見せる。なぜなら、お前の存在こそが世界への脅威だからだ。するのはお前を守るためだ。許してくれ、キアナ。どこに行くの？嫌だ！行かないで！キアナ、約束しただろう。カセラナ家の戦士は、全てを犠牲にしてでも誰かを守ると。お前なら、きっと俺よりうまくやれると信じてる。お前は彼女に負けない。絶対にだ。だって、お前は俺の娘なんだから。パパは最後まで私を娘だと思ってくれた。あんたの存在を知ってるのに私に名前をくれた。戦うことと自分の力で最愛の人を守ることを教えてくれた。私から距離を取ったのも私を守るためだった。あんたはパパを憎んでるから、近づくことで覚醒するきっかけになると気づいてたんだ。だからパパは私を友達に託して陰で私を守ってた。今思い返せば、最初の流浪生活もきっとパパが守ってくれてたはずだよ。それからメイ先輩やブローニャと出会って、セーフレイヤーに来て、テレサ、委員長、姫子先生に出会った。そして、美しい世界を守るために戦うと誓った。パパがいなかったら、今の私もいない。それに、パパとの約束もあるから、絶対にあんたには負けない。セイフレイヤ、その全てを壊したのは、お前じゃないか。そうだ、そろそろこの話に入ろう。お前の最も苦しい思い出。受け入れられない事実。
ここを覚えているか。ああ、忘れるわけがないな。10分後、彼女は死んでしまう。お前はいつもこの話題から逃げようとする。人形の前でもそうだったし、今もそう。だがお前は分かっている。あの時、私は確実に彼女を殺した。ああ、いいことを思いついた。ここで彼女を怪我させれば、彼女は前線に出ることなく、犠牲になることもない。お前も満足する。どうだ？私は優しいな。そうはさせない。ただの記憶の中の話で現実が変わることはないというのに本気になってどうする。お前の望み通り、彼女はまた戦場に行き、全力をかけて何の意味もなく死んで敗者になる。姫子先生は敗者なんかじゃない。じゃあ彼女が何を救ったのか言ってみろ。彼女が死んだ後、聖フレイヤはバラバラとなって、学園からは人が去り、名前だけが残った。ライデン・メイはお前を裏切った。ブローニャもお前から離れることになる。違う、彼女たちは私を助けてくれた。姫子先生は私を助けてくれたんだ。彼女はお前に呪いをかけた。この全てを終わらせるチャンスはあった。そうだろ、あの日炎に包まれた天球師でお前は銃で命を終わらせようとした。トリガーを引くことはできたが、お前はそうしなかった。なぜなら、お前は生き延びようとしたから。あの女が生きろと言ったからだ。一生続く自責の念と罪悪感を覚えながら、それこそがお前が私から永遠に逃れられない理由だ。彼女はお前を救ったが、お前の心に呪いをかけた。それは永遠に癒えない傷、永遠に拭い去ることのできない後悔だ。彼女の執念はここにある。そろそろ決着をつける時だ。プレイグジエム、懐かしい感触だ。シーリンは6つのジェムを持っていたが、今はその半分しか残っていない。だがそれもさまつなこと、私が全部奪い返してやる。私はあんたを止める。お前にはできない。
一つ教えてやろう。さっき見た階層の中で私に殺されたあの突撃隊の隊長のことを覚えているか。彼女の名前はラグナ、天命のバルキリー教官、村田姫子の先生だ。お前は彼女を死なせ突撃隊を壊滅させた。偶然作戦に参加していなかった姫子だけが生き残った。しかし彼女は帰る場所を、先生と仲間を失った。居場所を失った彼女は本部から離れ遠い極東に行くことになる。皮肉なことに、そこで彼女はまたお前に出会った。私たちにそんな記憶はない。あんたがそんなことを知ってるわけがない。しかしこれにはわかる。彼女の迷い、苦しみ、あがきはその最後で走馬灯のように現れ、プレイグジェムに細かく記録された。見ろ、彼女の運命は完全にお前にもてあそばれた。お前が彼女の人生を変え、彼女に死を与えた。まさに茶番だ。村田姫子、彼女こそが最高の証明じゃないか。お前が思うヒーロー、理想の殉道者だ。彼女は自分自身を燃やし、希望をお前に押し付けた。そしてお前は罪を償うために生きる屍となった。あんたはただ彼女を憎んでるだけだ。いや、キアナ、私はこの半年間お前の目を通して、お前の一挙手一投足、お前の体験した全て、喪失、離別、繰り返す失敗を見てきた。お前は全身全霊で赤の他人を助け続け、命を落とし、友とも離れ離れとなった。その結果お前は人間どもに恐れられ、仲間外れにされ、後ろ指を刺されてしまう。奴らはお前を受け入れなかった。お前の力を恐れているんだ。だから徒党を組んでお前を仲間外れにし、お前に責任感を植え付けた。そうすることで安心してお前に守ってもらえるのだ。お前に救われた人たちはこれからも次から次へとやってくる悪意に押しつぶされ、しまいには自分の不幸をお前のせいにすることもあるだろう。そしてお前をヒーローだともてはやす人たちは偽りの仮面をかぶり、ただお前を利用してお前に近づき、お前を壊そうとする。お前に感謝していた人のことを覚えているか。確かソルトレイク基地のスタッフだったな。彼女もクグツの一員だ。彼女がネゲントロピーの情報を漏らしたせいで、律者は二度も簡単にネゲントロピーの基地に侵入することができた。それが村田姫子が命を犠牲に手にした結果だ。お前は永遠に奴らを救えない。なぜなら奴らは救われたいと思っていないからだ。この劇場にいる人たちはみんなそうだ。そしてこの劇場の外の世界も相変わらずそう。テレサ、ジークフリート、セシリア、みんなそうだった。彼女たちの善意は別の悪意に踏みつぶされ、一生をかけた努力は一夜のうちに蹂躙され、信じてきた理想も価値のないものとなった。そんな世界を前にして、お前はまだ美しい世界を守るために戦うなんて言えるのか。私は信じることにする。口だけの偽善者め。私はいろんな人の夢を見てきた。律者のコアに残された意識の残響、記憶のかけら、彼らの人生、喜びと悲しみ、私には全部感じられる。誰しも苦しい思い出は持ってるし、
窮地に立たされて絶望を感じることもある。けどその後、彼らは必死に立ち上がって、傷だらけでも生きようと頑張ってきた。善と悪はまるで私とあんたみたい。誰の心にも存在して、同じコインの両面、離れることのない光と影みたいなもの。確かにあんたの言った通り、世界は美しくない。だから人々は美しいものを心から望む。それが私の理由だよ。善と悪が共存するからこそ、悲劇を乗り越える明日を作るため必死に努力しないといけない。誰にでも世界をより美しくする機会があると私は信じてる。善意を持つ人はこうやって現れ、受け継がれていく。たとえ自分の結末は美しいと言えなくても、恥ずかしくはない、堂々とした人生だよ。私の周りにはそういう人がたくさんいる。彼女たちがそうしたから私はここにいる。だから私は彼女の理想を、彼女たちが守ってきたものを信じたい。私がここにいる限り、彼女たちが燃やした魂は永遠に消えない。善は信念が必要なものだが、悪には必要ない。そうだからこそ、あんたやあの支配の律者はこの信念の強さを甘く見てた。これではっきりしたようだな。私たちが相入れる余地はなく、互いを理解する可能性もない。珍しいな、私たちの意見が一致するとは。もはや会話を続ける必要はない。お前と私、一人しか残れないんだ。あんたももう怖くない。さあ、来て。全力で意味のないあがきをするといい。今こそ、裁きの時。残念だ。先ほどお前がそいつを倒すことができていたら、敵は一体減っていたのに。どうしたんだベナレス、なぜ攻撃しない？まだわからないの。なんだと？ベナレス、ベラはシーリンの友達。彼女はシーリンが幸せになってほしいと心から願ってた。私たちはシーリン、彼女の願いから生まれた意識で、シーリンの可能性なの。ただ私たちは違う道を選んだだけ。あんたの心にあるのは世界を壊す欲望のみ。でも私は自分の信じたいものを守りたいと思ってる。ベラにとって私とあんた、どっちの方がシーリンのなりたい姿だと思う？ベナレスがお前を選んだとでも言いたいのか？彼女は私たちに戦ってほしくない。彼女もあんたを救いたいと思ってる。憎しみを捨てて幸せになってほしいと思ってるんだよ。彼女が選んだのは、彼女が見たいシーリンなんだ。思い通りにはさせない。ここは私の舞台だ。私の命令に従わない奴に存在する資格などない。消えろ裏切り者。ベナレス。裏切り者を味方にしたからって勝利した気になっていないだろうな。どうやらお前は自分の使っている力がどこから来ているのか忘れたみたいだ。
調子に乗るなよ虫けら。お前に奪われた力、そろそろ返してもらう。これでいい。空の律者の力はもともと私のものだ。お前は借りたものを使っていただけに過ぎない。まさか思い通りに使えていたから自分の力だと思っていたか。さあ正々堂々と決着をつけようじゃないか。これが私たちの力の差だ。自分の愚かさを後悔するがいい。醜いぞ、しつこい。粉々に潰される前におとなしく自分の負けを認めろ。そしたら私も情けをかけ、痛みのない死を与えてやらなくもない。いや、私は絶対にあんたに負けない。笑わせる。私にそんな口を聞くとは。その勇気一体どこから湧いてくるんだ。お前の仲間はまだ苦靴の相手をしている。誰もお前の助けには来ない。コアの力は全て私の手中にあり、お前が意識空間に与えられる影響もどんどん小さくなりつつある。あと少しで全ては私のものとなるだろう。よく見るがいい。お前にはもう何もないんだ。これ以上もがいて何の意味がある。確かにあんたの言った通り、今の私には力がないし、全部無駄かもしれない。あんたと戦うどころか、こうして立ってるだけで精一杯だしね。でも倒れるたび苦しくて、もう諦めようと思うたびに、どうしてかいろんなことを思い出しちゃうの。焦げたピザトースト、辛くないパプリカカレー、三人前のパフェ、光る羽、セーフレイヤーの正門、それと彼女の最後の授業。私を助けてくれて、導いてくれて、善意を向けてくれた人たちを思い出すの。彼女たちの笑顔、感謝、未来への希望。彼女たちが私に差し伸べてくれた手、私にくれた光、それを思い出すと、どうしても諦めるなんて言えない。今まで私はたくさんのものをもらった。勇気、祝福、希望、美しい記憶、全部ここに
重くて、私にぬくもりをくれる。だから私は何もないわけじゃないんだ。なんだと？私は今まで私がもらったものを他の人たちにも届けないと。空の律者のコアは私の支配下にあるはずだ。もっと多くの人たちに届けたいから、ここで倒れるわけにはいかない。いや待て、これはプレイグジェムの力。私は彼女の理想を、彼女たちの理想を背負って進み続ける。なぜプレイグジェムがお前を認めた？あの女が使ったからか？最初からあんたのものじゃない！シーターの時は来た！ジェムに残った意識のかけらのくせになぜ反抗する？死んだくせになぜまた私の邪魔をする？彼女は構想を一度もやめたことがない。これが彼女の炎、彼女の色だ。審判の時は来た。なぜだ、なぜお前は私に勝てると思うんだ？お前が善のシーリンで私が悪のシーリンだからか？そんなものは最初から存在しない。私が善を選んで、あんたが悪を選んだだけだ。終わった。ああ、終わったのか。ジェムの力がお前へと流れていく。私を捨ててお前を選んだんだ。どうやらお前の信念の方が勝ったというわけだ。この力をちゃんと使いこなすよ。勝手にしろ。私が消えたらお前は楽になるだろう。私はあんたが犯した罪を背負う。それが私の責任だから。それはお前が決めたことだ。私に伝える必要はない。何も知らないまま生きることも、無実の実験体として死ぬこともできたのに、お前はこの道を選んだ。シーリンの手に染みついた鮮血、彼女の悲しみと絶望、人類全員が向き合う善と悪の矛盾。お前は残った人生でそれを背負わないといけない。努力する。この世界に二度とシーリンが生まれないように。もういい、お前の同情はいらない。勝者が残って敗者が消える、そういうルールだ。異論などない。さよなら、空の律者。さよなら、もう一人のシーリン。お前の考えに賛同はしない。だが、お前の勝ちだ。お前の道を歩むといい。そうだろう。できるだけ、最後まであがいてみせろ。
こちらから支配劇場に入る？そんなことができるんですか？ゼーレ、僕と一緒に説明してくれ。はい。実は前回、ゼーレとブローニお姉ちゃんが支配劇場から逃げた後、アインシュタイン博士にそのことで相談を受けました。ゼーレが支配劇場から脱出した方法を分析して、現実から支配劇場に侵入する経路の算出を手伝ってほしいって言われたんです。その後、僕たちは千人術者を倒したが、支配劇場の所在が不明なままでね。やはり安心できなかったんだ。で、支配の律者には空の律者のように現実世界で任意の場所に劇場の入り口を開くことはできないのだと気づいた。現実のビーコンに頼らないと入り口を開けないみたいです。地図に画鋲を刺すみたいな。事件現場に残された人形は千人律者のビーコンなんだ。人形の体内にあるコアを通して現実を支配劇場につなぐ仕組みになってる。つまり先ほど発見した人形を起点にすることで支配劇場に入る通路を作り出すことが可能というわけだ。それを実現させるには大量のデータ収集と演算が必要でしょ。今そんな余裕はないけど。だからリスクを承知でこの近道を試すほかない。ゼーレは支配劇場に3回も入ったことがあって、そのうち2回は自分で脱出しました。その経験を生かせば正しい位置をより早く探し出せるかもしれません。ゼーレ大丈夫なの？わかりませんが、やってみる価値はあると思います。基地にはまだ支配の律者の影響を受けた人がいるかもしれない。直ちに行動しないと。これはキアナを救う方法の中で最も勝算のあるものだ。他に方法はなさそうね。すぐに始めましょう。またあなたにお願いすることになるね。だってあの2回も全部あなたの力のおかげで助かったんだもん。力を合わせて一緒にキアナを助けよう。は？まったく。はあ、この子人使いが荒くなったわね。その成長に私は喜ぶべきかしら。まあいいわ、緊急事態だし多めに見てあげる。全部片付いたらこの借りちゃんと返しなさいよ。どうすればいいの？このヘルメットをかぶればいいのかしら。機械はよくわからないから、とりあえず直感で間違った選択を排除することしかできないんだけど。ああ、問題ない。はいはい。見つけた、そいつよ。そいつの位置を私たちの現在座標と接続、位置を固定して重ね合わせれば。できたわ。支配劇場につながる道です。状況はどう？無事に到着しました。前に入った時と同じ支配劇場です。でも通路が不安定なため、一人ずつ入らないといけません。次は私に行かせてください。
何があった？まずい、厄介な奴らよ。侵入に気づかれたわ。奴らは内部から扉を閉じ、外部の訪問者を拒否してるみたい。前はこんな臨機応変な対応をしなかったのに、中で何かが起きて警戒を強めたのかもしれないわ。ねえ、ちょっと待って、ボス頭、早く来て。こっちにも異変があった。監視中の人形の宿主全員バイタルサインが低下してるわ。ほぼ同時刻に意識不明に陥ってる。さすがに異常よね。一体どうなってんのよ。大充実者、一体何をしようとするつもり？各地で人形による騒動も起こり始めた。どうやら僕たちと決着をつけるつもりだ。ゼレ、それにロザリアとリリア、まだ戦える人たちを通達して直ちに出撃するわよ。ん？でもブロニお姉ちゃんとフカさんはまだ支配劇場に。隙間は閉じられた。今私たちにできることは彼女たちを信じることよ。ブローニャとフカならキアナを見つけて無事に帰ってくる。だから彼女たちが帰ってくるまで私たちがこの世界を守らないと。ここは博士たちに任せましょう。今は私たちにしかできないことがあるんだから。ゼーレ、わかりました。急に消えました。博士たちとの通信も切断されています。敵が私たちに気づいたのかもしれません。急いでキアナを見つけましょう。はい、重装ウサギがキアナのリストバンドの信号を追跡中です。見つけました。やはりキアナは支配劇場にいます。この空間はかなり混沌としています。地図もなく、おおよその方向しか分かりません。大丈夫です。その方向を目指して進みましょう。このタイプの敵は見たことがありません。気をつけてください。操られた敵とは違います。奴らからはもっと不気味な気配を感じます。気のせいでしょうか、この階段無限に伸びているような気がします。気のせいではありません。空間そのものが伸びているようです。劇場の主はブローニャたちをここに閉じ込めようとしているんでしょうか。別の出口を探しますか。このまま進みましょう。延々と登り続けてるのに疲れないのか。どうして立ち止まらない。こんな無意味なことをして何の意味がある。やはり終わりのない階段を作るのはあなたたちにとっても大きな負担だったようですね。あなたたちの標的はあくまでキアナです。邪魔されないようブローニャたちを閉じ込めるにしても、こちらにあまり力を割くことはできません。だから同じ階段を作ってブローニャたちに無限という錯覚を与え諦めさせようとしました。ブローニャの考えは合っていますか。これだから断りの律者は嫌いだ。律者の力を使えなくなったというのに面倒な奴め。
断りの律者が引き継いできたのはコアではありません。信念です。あなたたちには一生かけても理解できないでしょうけど。ああ、そうだ。その通りだ。私たちはあなた以下、あなたにはかなわない。そう言いたいんでしょ？でもいくら見下されようと、私たちはすごいことを成し遂げた。どんな手段を使おうとも、私たちは必ず勝利を手にする。私たちだよ。私たちは自分の命をもう一人の私たちとつないだ。機動力は下がるけど、これであなたたちも手は出せない。卑怯です。構わない。どんどんやっていいんだよ。私を殺して、私を殺せばいい。私たちは弱い。だから簡単だよ。ただ一撃でパッと消える。あの私もおしまいだ。どうして、どうして攻撃を止めた？防戦一方じゃ私たちは倒せないよ。仲間を助けるんでしょ？私を殺せばいいじゃない。さあ来て。今までは計画のため我慢してきたけど、本当はずっとこうしたかったんだ。あなたたちの今の表情を見れて最高だよ。ほら見て、これが偽善者の弱さ、無力さだ。何の価値もない。人質がいる限り、あなたたちは仲間の死をただ見ることしかできない。かわいそうなキアナ、見捨てられたんだ。ブローニャさん、何か策はありますか？まずは攻撃に耐えましょう。きっとチャンスはあるはずです。我慢比べですか？私の得意分野です。奇遇ですね。ブローニャもです。こうして誰かと背中を合わせて戦うのは久しくありませんでした。でも悪くないでしょ？そうですね。きっと今頃キアナも必死に戦っています。ここを突破して助けに行きましょう。ええ、そうですね。待っててください、キアナ。
大丈夫ですか、ブローニャさん。平気です。ただもどかしいですね。ええ、キアナのいる方向は分かっているのに、この閉鎖空間に閉じ込められると。しかも宿主の命を人質に取るなんて。諦めろ。選択することから逃げる子供たち。宿主の命とキアナの命、どちらが大事か、そんなに難しい問題なの？あなたには理解できませんよ、リツちゃん。はいはい、理解できないとも。ただあなたたちのキアナが二度とこの劇場から出られないことは知ってる。そしてあなたたちはこの閉じられた空間でジダンダを踏むことしかできないんだ。そうだ、あなたたちをここから出してその瞬間を見せた方がドラマチックかな。支配の律者。どうしました、委員長。ブローニャさん、アインシュタイン博士が言った2つの仮説のことを覚えていますか？支配の律者は外見上は何の個性もない同じ個体です。でも律者の性格は全部違っています。まるで宿主と同じ失敗を経験し、そして現実に押しつぶされてしまったかのよう。ここから2つの可能性が考えられます。1つ目、人形たちは独立した個体で、独立した律者。その律者たちは共同でこの支配劇場という空間を作った。その場合、全ての個体を倒せば劇場は消え、事件も解決できるはずです。それはブローニャたちが最初に考えた仮説でしたが、人形たちは一夜にして復活しました。では2つ目の可能性について。人形たちは律者ではなく、本物の支配の律者はどこかに隠れて人形たちを操っているのではないでしょうか。その存在はまるでアリの群れを統率する女王アリのようで、人の心から共通する弱点を見つけ、それを増幅させ操って最終的に支配するんです。もしそうだとしたら、ここで人形たちの相手をしても意味はありません。ブローニャたちが倒さないといけないのは裏に隠れた黒幕です。何か策はありますか？はい、さっきから気になってたんですが、この場所が本当に閉鎖空間にあるなら、キアナのリストバンドの信号がここに届くはずないんです。もしかしたら閉鎖されているように見えて、実は視覚や空間の錯覚を利用しているだけなのかもしれません。人形たちでは無限に広がる空間を作れず、階段を動かしているだけの可能性があります。奴らが重点的に守っている場所に劇場の出入り口が隠されているかもしれません。なるほど、それなら邪魔してくる人形は気にせず、脆い場所を見つけてここを突破しましょう。はい、ただし少し時間が必要かもしれません。わかりました、戦闘は私に任せてください。ちょっと、さっきから何をブツブツ言ってる。気に食わないな。どこまで持つか見てみようじゃないか。ん？どうして戦ってるのはあなただけなのかな。もう一人はリタイア？おーい。いいだろう、さすが断りの律者だね。あと少し頑張ってください。あ、何がもうすぐだ。プログラマーってのは一番嫌いだ。わからない文字を打って、頭の中には狡猾な手段ばかりが並んでる。
こです。出られました。追いつかれる前に急ぎましょう。ちょっと挨拶もせずに行っちゃうなんて白状だね。人形が、やはり劇場の中にいるからか、あっという間に追いつかれてしまいましたね。さすがだよグローニャ、いつもあなたに水を差される。私たちは植物じゃないんだよ。何度水を差せば気が済むんだ。やはりあなたを警戒しなければならないようだ。キアナに何をしたんですか？何も。天命の主教がしたことを再現したまでだ。見たければ自分の目で見てくればいい。あなたたちがここを通れるのならね。今回は前とは違う。あなたたちに残された道はこの一本だけだ。選んで。どうせ逃げられないんだ。本気で救いたいのなら私たちを殺せ。どうしますか委員長、すぐに他の道を見つけられそうにありません。それに宿主と直接つながりのある今の状態はこのまま続けさせるのも得策ではない気がします。どうやら他に方法はないみたいですね。ブローニャさん、私が人形と宿主のつながりを切断します。つながりを切断？どうやって？私は第二次崩壊の時にシーリンと崩壊の意志のつながりを中断させたことがあります。その原理は大体同じです。でも委員長はもう都政の羽を持っていません。ええ、私の力だけでは到底無理でしょう。だから四季の律者の力を借りることにします。の律者？でもそれは危険なんじゃ。分かっています。でもやってみないと。聞いてください。もしあなたに聞こえているのなら。キアナが今危ないんです。あなたの力が必要なんです。あなたの助けが必要なんです。僕年次、あなたたちいちいちうるさいししつこいんですよ。まずはケビンの手下、その次はわけのわからないデクノボ、今はあなたまで私に嫌がらせするんですか？お願いします、本当にあなたの力が必要なんです。やつらに律者の力を使うと力が奪われること、私が知らないとでも思ってるんですか？つまり釈刀殺人が望み、それとも一石二鳥を希望？はっ、わかりました。あなたもデクノボーの一員になったんですね。ふん、そうだろうと思いました。あなたの失敗だらけの人生ではあっさりとやつらに潰されてしまいますもんね。人形の一員にはなっていません。今奴らは無実の人たちの命を人質にしているんです。その意識のつながりを切断するため
あなたの力を貸してください。なってないと言われておいそれとそれを信じると思います？なってないなら力をよこせなんて言わないでしょ。力を借りるだけです。人形たちに勝てれば奪われません。私たちなら勝てます。うんうん、いいね。未来の勝利に拍手を。なんて言うと思った？私には何の関係もないでしょ。キアナはあなたを必要としています。彼女が必要としてるのは委員長なんでしょ。私もあなたが必要なんです。彼女があなたのことを不可じゃないと言ったのはあなたが嫌いだからじゃない。むしろあなたが唯一無二の魂だからこそそう言ったのです。あなたにはあなたの思考やこだわりがあって、そのこだわりを貫く執着もあります。自分が誰だか気にする必要はない。あなたはあなたのなりたい姿になれますから。ずっとそれを伝えたかったんです。キアナも私もあなたが戻ってくることを望んでいます。ふん、確かにあなたの話はあのデクノボーたちよりかは面白いです。でも結局のところあなたたちがやらかした問題じゃないですか。あなたたちが解決すべきです。そう、やるなら自分で。ごめんなさい。あなた、力が戻りました。今です。力、あなた、その力は使えないはずじゃ。なるほど、これが力を奪われる感覚ですか。式の律者の方はどうなっていますか。彼女は大丈夫です。ただ私たちの間の会話は途切れましたが。でもまさか彼女が委員長に手を貸すとは思いませんでした。いいえ、正確に言うと彼女はこのことに同意していません。え、彼女の心の迷いをつかせてもらいました。ただこちらも時間がありませんでしたので。じゃあきっと今頃は怒り心頭ですね。ちゃんと彼女を見つけ出し謝ります。これは私が解決しなければならない問題です。でも今はキアナを助けに行きましょう。
久しぶりね、キアナ。私、急に現れすぎたかしら？それならいいけど、キアナ、結構変わったわね。姫子先生は、少しも変わってないね。そう？なら嬉しいわ。これは意識の残影だよね。そうね。少なくともここの時間は流れることがないわ。でもこうして会話することはできる。ごめんね、そばにいてあげられなくて。ううん、いいの。また姫子先生に会えてすごく嬉しい。こういう形でちゃんとお別れを告げられるんだから。あんたが変わったと思う人はきっと私だけじゃないでしょうね。うん、みんなにも言われた。それであんたはちゃんと空の律者に勝った。そうでしょ？うん、みんなのおかげ。キアナなら勝てると信じてたわ。それよりキアナ、セーフレイヤーに戻ってみたいと思わない？思うよ。天命との戦いの後、みんな学園を出たの。機会があったら戻ってみたいと思ってた。それなら今行ってみるのはどう？キアナ、少しの間この流れない時間を楽しみましょう。景色が変わった。これは私の記憶よ。何年も教師をやってたからセーフレイヤーの隅々までちゃんと覚えてるわ。うん、懐かしいわね、この青春に満ちた学園の雰囲気。うん、そうだね。あの頃の私は早く大人になりたいと思ってたけど、まさか大人になるのがこれほど辛いものだって知らなかった。じゃあもしやり直す機会があったら、あんたの選択は変わる？変わらないと思う。だって変わったら私らしくないでしょ。キアナ、ご覧、学寮よ。あの窓のところは私の部屋ね。あ、知ってる。夜になっても姫子先生の部屋はいつも明かりがついてた。今考えるとあの頃って結構大変だったんじゃない？それほどでもなかったわ。ただ酔っ払って明かりを消し忘れてた時もあったからね。ほら見て、あの木の茂み。あんたが授業をサボった時いつもあそこに隠れてたわよね。ずっと気になってたんだけど、どうしていつもあそこに隠れてたわけ？すぐに見つかるのに。だってあそこポッカポカで最高なんだもん。あの塀のことまだ覚えてる？キアナ。うん、よく塀を乗り越えて外に行ってたな。学園長が頭を痛めてたわよ。塀の高さを3回も上げたのに、それでもあんたを止められないってね。道理でどんどん飛び越えるのが難しくなってる気がしたよ。でもそれ以上もう高くすることはなかったわ。どうして？あんたが怪我するのを心配したからよ。
私の訓練場だ。キアナが居眠りしない数少ない授業よね。あの頃の私はこういった戦闘訓練だけが好きだったからね。手合わせで委員長たちに勝ったことは一度もなかったけど。今はどうなの？今はわからないよ。あんたたちがここで授業を受けてたのが昨日のことのように感じるわ。教えてくれる？今みんなはどうなってるの？うん、そう、そんなことがあったのね。ブローニャが断りの律者になってるとは。確かにあの子にはネゲントロピー名手になる素質があるわ。普段は無口だけど観察力も学習能力もあの子の横に並ぶ者はいないもの。それと不可の正体がそんな大物だったなんてさすがに驚いたわ。でも今になって考えると、だからこそ彼女の眼差しは同世代の子と違っていたのね。委員長にもいろいろあったけど今は心の霧が晴れてると思うよ。うん、彼女のことは心配だったの。いつも難しいことを心に秘めて一人で背負おうとしていたから。あの時彼女は私を助けるために崩壊エネルギーを中和する血清をくれた。結局その行為を裏切ることになるから彼女に謝らないとね。伝えておくよ。メイに関してはあまり心配はいらないと思うわ。あの子は優しい子、その点に関しては変わらない。うん、わかってる。メイ先輩のことを信じてるし、彼女の気持ちも分かってるから。ただつい思い出しちゃうの。ここに戻ってくるといろんなことが蘇ってきちゃうね。本当はずっと分かってた。一番みんなに助けられてるのは私の方だって。メイ先輩、ブローニャ、委員長、テレサ、それに姫子先生。知ってるの？みんなのおかげで私はここまでやってこれたし、これからも迷わず進み続けられるって。でもやっぱり心配しちゃうんだ。心配？自分がちゃんとできてるかなって。もっと早くにいろんなことが分かってたらみんなに心配をかけることはなかったし、メイ先輩だってヨルムンガンドに行くことはなかった。みんなを裏切ったんじゃないかなってたまに思うんだ。キアナ、一つ物語を教えてあげる。授業が始まるの？何？聞きたくないの？ううん、聞きたいよ。これは十数年前、私が大学に入ったばかりの頃、あんたたちと同じ年頃の話ね。あの頃父は天命の研究所で仕事をしてた。何を研究してたかについては私もよく知らない。仕事は忙しかったみたいだけど、いい父親だったわ。いい成績を取った私を褒めてくれたり、時間を作って一緒に食事したり、誕生日ケーキを買ってくれたり。けどある日父は私の目の前から、この世界からいなくなった。私は父の死を受け入れられずにいた。よく知ってるあの顔がこうも簡単に私の人生から消えるだなんて信じられなかった。結末を言うと、私は天命に入って人工精魂を移植することでヴァルキリーになった。当時の私がした全ては意図的に隠された父の死の真相を調べるためだった。娘としての執念が
バルキリーとしての私を動かしてたわ。でもバルキリー部隊で私はラグナ隊長に出会った。バルキリーは世界に光をもたらすもの、執念や憎しみばかり考えていてはならないって私に言ってくれたわ。彼女のおかげで私は心に封じた苦しみを解き放ち、バルキリーとして明日への目標を見つけることができた。美しくない世界をあなたの望むように変えなさいって言葉も彼女が教えてくれたの。でもあんたたちと比べてラグナ隊長と一緒に戦えた時間はそう長くなかったわ。2010年の災害。キアナ、空の律者はいつも災いの結果をあんたのせいにするけど、それは違う。彼女には人々の選択が見えていないし、美しい光を受け入れようともしていない。今から言うことが本当に私があんたに伝えたいことよ。ラグナ隊長が犠牲になった後、私は彼女の遺品を整理したわ。彼女の生活を物語る服、本、お菓子の他に引き出しの奥にしまわれた手紙があったの。親愛なる戦友たちへ、この手紙を読んでいるということは、おそらく私はもう死んだんでしょうね。私個人の財産は組織のルールに従って処理すればいい。注意金に関しては心配することはないはず。それからこの手紙を読んでいるあなたにある物語を教えましょう。数年前、永久バルキリーになったばかりの頃、私はよく被災地の事後処理に派遣されていた。でも正直に言うと、そういう仕事は自分の才能を無駄にしているだけだとあの頃の私は思っていたわ。弱くて何も知らない一般人を助けるより、敵を倒すことこそがバルキリーの本当の責務だと、かつての私はそう考えていた。ある日、私は勇気を出して視察に来た主教様に質問したの。バルキリーを派遣して被災者たちの手助けをすることは崩壊を倒すことにつながるのかと。主教様は私を一目見て何の躊躇なくこう答えた。つながらないと。当時の私も呆けに取られたわ。そんな質問した私はお叱りを受けるか処罰されると思ってたから。でもあの方の言った言葉がきっかけで、私は自分の職業に対する考えを根本から変えることになった。あの方はこう言ったの。天命はいつもこのように自分たちの信念を伝えてきたと。戦友たち、これは私があなたたちに伝えたい言葉でもあるわ。私たちが信念を持ってしてきた仕事で、その結果が私たちの望んだ通りにならなくても無意味なことなんかではないの。私たちが守ってきた美しいもの、美しいものになろうとするもの、そして私たちが大事に思っていたもの、それらはまだちっぽけで弱い。無駄に思うかもしれないけど、それはまだ種のままだからよ。その種はいつか美しい花を咲かせる。だから戦友たち、私のために悲しむ必要はない。私は枯れてしまうけど、希望を育む土と肥料になるわ。そして未来に咲く希望の花はいつか自分の守りたいものを見つけるはずよ。それがラグナ隊長が最後に教えてくれたこと。正直に言うと、あの時の私には全部理解できなかった。ただある声が聞こえたわ。セーフレイヤに行けと。そしてあの日、私がシンクの装甲を身につけた日、私は彼女の言葉を思い出したわ。運命の歯車が噛み合ったかのように、私はその手紙に書かれてたことを理解したの。
キアナ、あの任務の報告書は読んだわ。誰もあの災害で何があったか知らない。でも、暴走した律者は制圧され、天下制裁を解放したジークフリートも生き残った。それはそこにいる誰かが、正しいと思った選択をしたからだと思う。きっと、隊長はあんたの中に守りたい何かを。私も見たことのある何かを見つけたのよ。隊長も、私も。みんなそうだわ。あんたならできる。より多くの人たちを助けられる。世界をより美しくすることができるって信じてるから。そして現に、あんたはちゃんとできてるわ。キアナ、あんたが天球史でしたこと、大巨山でしたこと、そして支配の律者を倒すためにしたこと、あんたは多くの人たちを救った。その人たちもより多くの人たちを助けている。それは人類に受け継がれる消えることのない灯火よ。ありがとう、姫子先生。本当は分かってるの。ただたまに困惑するのも理解できるわ、キアナ。みんなに助けられた分、責任を感じるでしょう。だから覚えておかないといけない。あんたは一人じゃないってことをね。仲間になってくれたネゲントロピーのこと、いつもあんたたちのことを考えてる学園長のこと、頼もしい委員長の負荷のこと、ブローニャのこともね。口に出すのは得意じゃないけど、あの子はいつだって仲間を思ってる。彼女の行動も成長もあんたは分かってるでしょ。それにメイ、彼女はあんたたちの中で一番優しい子だから心配いらないわ、キアナ。彼女を信じましょう。きっと正しい選択をしてくれるはずだから。そしてキアナ、あんたは私の生徒の中で一番やんちゃで、それでいて一番諦めが悪い人よ。あんたにはみんなを変える力がある。周りの人たちを前に進ませる力がある。だから仲間を信じて頼ってみなさい、キアナ。彼女たちもあんたのことを信じて頼りにしてるんだから。どうだどうだ、懐かしいでしょ。それの持ち主は覚えてる？どうしてここにあるかわかる？プレイグジェム。そうそう、心の中にある答えを言ってみて。村田姫子はもう死んだんだよ。おい、耳が悪くなったのか、それとも言葉がわからない、それか絶望して考えることをやめた。村田姫子は死んだ死んだ死んだんだよ。聞こえてる？何の反応もない。ちょっと冷たすぎるな。じゃあ、あんたたちが想像してた私はどんな風に反応する予定だったの？泣き崩れて嘘だって何度もわめいてた？それとも気が狂っておかしくなって自分を傷つけることで罪から逃げようとしてた？それなら失望させちゃったかもね。な、
そんなはず。ああ、分かった。まだ我慢してるんだ。現実を受け入れようとしてないんでしょ。嘘だと思ってる？これが偽物だと思ってる？必死に落ち着こうとして何ともないふりをしてる？いいよ、これの力を思う存分味わってみるといい。逃げるな、隠れるな。これは大好きな先生が使った力だよ。知ってる？これを発見した時、虚数空間で寂しそうに浮いてたんだよ。おかしいね、シンクの装甲に埋め込まれてたはずなのに、彼女が持ってるはずなのに、一緒にいるはずの人はどこに行ったんだろうね。知ったこっちゃないけど。本当は分かってるはずだ。あの日彼女は死んだ。あなたに殺されたんだ。でもあの戦闘がなくても彼女の体はもう長く持たないと分かってたはず。彼女は普通の人間。虚数空間から逃げるどころか自分の存在を維持することすらできなかった。だがあなたはその事実を受け入れることを拒んだ。また誰かが助けてくれる。起こるはずのない奇跡を、許されない罪が許されると妄信してるんだ。どうして？おかしい。こんなはずじゃなかった。こんなはずじゃなかったよ。プレイグジェムはもっと力があったはずなのに。今だ。どこだ？どこに行った？大事なお客さんはどこに行った？あんたがどんな反応を望んでるかわからないけど、姫子先生の私に何をしてほしいか私にはわかるから。奪われた、奪われたよ。正義の味方のふりして人から物を奪うとは、泥棒、強盗、死刑だ。もういい。そんなにプレイグジェムが欲しいならあげるよ。ただし代価を支払ってもらう。なん？あなたは仲間になることを拒否したんだ。残念だけどもう一人のお客さんを招待することでした。私たちの最初の標的は彼女だったけど、彼女を解放する過程はうまくいかなかった。あなたのせい。あなたのせいだ。口ではあんなことを言って強がってるけど、あなたは自分を騙せない。私たちがプレイグジェムを取り出した瞬間、あなたの、あなたの魂は確かに嘆いた。彼女がその隙を見逃すわけない。そうでしょ？そうだ。あの時、あのオットーとかいう天命の主教もあなたに同じことをしたでしょ？彼女の意識を呼び覚まし、そしてジェムを渡す。それがどういう結果をもたらすか、みんな知ってる。あの時の最上演とでも思ってみて。さあ、出番が終わった役者はおとなしく退場するがいい。この後は次の演目で主役となる者の登場を歓迎しよう。歓迎するよ、空の律者シーリン。これは、空の律者。正解だ。
ここは…まだ支配劇場の中にいるの。でも人形の姿は見当たらない。意識を失う前、私は空の律者。鏡の中に何かが。前には何か分かったみたいだな。空の律者、久しぶりだな、私の妖気よ。私はあんたの妖気なんかじゃない。前回お前と会ったのはまだ研究者にいた。こんなに時間が経っている。お前のあがく姿は少しも変わっていない。キアナ、どこへ逃げるつもりだ。結局お前は痛みに負け、心の隙間の前で私の前でひれ伏すことになる。私はもうあの時の私じゃない。あんたに屈しない。よく言う。お前が動揺していなければ、私がここに現れることも、この体を支配することもないはずだろう。お前は私に直面することを恐れ、拒否した。それこそ、お前が私を心の奥に隠した理由だ。しかし今、お前は負けたのだ。私の鎖はすでに解き放たれた。もう誰も邪魔しに来ない。お前が今までしてきたこと、その努力も全て無駄だ。どうして支配の律者を手伝う？手伝う？あんな傀儡を私と一緒にするな。奴らは救いようもない敗者、悲しき虫けらだ。理解しがたい言葉をつぶやき、その一挙手一投足からはお前と似た弱者の気配をする。あんな奴らが勝手にやってきて私を助けるなんて言葉を口にする姿は実に面白かった。だが茶番を演じるチャンスくらいは与えてやらなくもない。だがまさか奴らが本当にお前を私の前に連れてくるとは予想外だったがな。本当のことを言うと失望した。お前は奴ら以下ということだ。私に妖気だと呼ばれたくない半身よ。前置きはこれで十分。自分の人生を振り返る最後の時間を大切にすると。来いキアナ、ここは私とお前の劇場、勝者のみが立てる舞台だ。おとなしく支配されるな。これはお前の逃れられない運命だ。その態度
不愉快だ。私はお前の束縛を破り、コアの主導権を奪った。全てはまるであの日の再演。あと少しで私はお前に取って代わり、この体の持ち主となる。そしてお前はひねりつぶされ虚無となり、意識のかけらすら残らない。しかしなぜお前は少しも慌てず、恐れず、絶望しない。この日がいつかやってくるって分かってた。どんな封印も永遠に続くはずがない。決断する時間を先延ばしにしてきたに過ぎない。あんたと私、いずれ決着をつける日がやってくる。私たちは水と油みたいに相入れない。譲歩も妥協もできない。和解の可能性がないならこういう形しかないんだ。勝った方が残って、負けた方が消える。今さらお前に勝つ可能性があると思うのか。お前には無理だ。苦しい記憶も思い枷もお前は捨てられない。逃げたくとも泥沼の中にどんどんはまっていくだけだ。なぜならこの体はただの容器であり、その魂はあまりにも重い。お前では背負えないほどに。そして私は私のものを奪い返すまで。研究室で私はあんたから逃げられないってあんた言ったよね。その後私はずっとその言葉の意味を考えてた。あんたは誰、私は誰って答えをね。哲学的な話に付き合う暇はない。私は空の律者シーリン、そしてお前は実験体 K423。 分かりきったことだ。だから全て律者がしたこと、お前の責任ではないし、お前のせいでもない。それはお前が仲間たちと慰め合うときにいつも使う言葉だろう。違う、確かに認めようとしなかったのは事実。でもそれを受け入れてこそ私は完全な魂になれて、あんたと対等に戦える可能性を手にできる。私はあんた、私たちはこの体に存在する二つの意識、シーリンの願いによって生まれた二つの存在。私もあんたもシーリンの延長だよ。何を言うかと思えば、今さら自分がシーリンだと名乗るのか。わけのわからないことを考えて頭がおかしくなったようだな。いいだろう、見せてもらおうじゃないか。お前がシーリンなら、お前はどうやってその願いを叶えて彼女が壊せなかった世界を壊すんだ。そう、それこそあんたが今まで使ってきた手段だよ。あんたは自分のことをシーリンだと言って悪意と憎しみを吐き出してきた。そういう方法で私と本物のシーリンを遮って、私が自分の正体を見つめる機会を妨害してきた。でもそれはあんたの願いであって、シーリンの願いじゃない。彼女の夢には激しい闇があったけど、温かい光もあった。複雑で矛盾した感情が彼女の中で入り混じって。なのにあんたは憎しみだけを見せた。ちょっと過去の記憶を見ただけで感情移入したのか。いいだろう、ちゃんと話し合おうじゃないか。希望、信頼、人類はそういう言葉を口にするのが好きだな。何度も嘘を繰り返す。あの真面目そうな研究員たちは希望という名のもとにシーリンを連れて行ったくせに、彼女を地獄に突き落とした。憎しみの種はあの時にすでに撒かれたんだ。シーリンが二度と他人を信じなくなったのは人類自身に原因がある。でもそこで彼女はアブローラ、アガタ、
それにベラと知り合った。これはシーリンがあの実験室で出会った友達の名前。彼女が最後まで心配してた名前だ。シーリンは彼女たちのことを忘れてなんかいない。崩壊はシーリンの心を引き裂いたけど、彼女たちの姿をシーリンの心から消すことはできなかった。彼女たちを思い出すたびにシーリンは悲しくなる。最後まで彼女はみんなとの再会を望んでた。しかし彼女たちをシーリンから奪ったのも人類だ。あの子供たちは皆バビロン実験室の犠牲となった。彼女たちは死んだ。もう二度と生き返らない。たとえ死の律者の力をもってしてもできないことだ。何もなくなったシーリンには復讐しかなかった。彼女は神から授かった力であの地獄を血で洗い、悪魔たちが受けるべき審判を下した。あそこには無実の人間もいたが、シーリンにはどうでもよかった。彼女は自身の痛みを遠慮なく他人に与えた。彼女はもう人類の仲間をやめたからだ。でもそんな時でも誰かが彼女を助けようとした。テレサのことか。彼女は綺麗事ばかりでシーリンの気持ちを理解しようとしなかった。それともジークフリートのことか。彼はただの弱虫、他人の言いなりになって優柔不断で何もできなかった。そう、頭数の一つとして数える価値すらない。セシリアに関してはシーリンに何らかの感情を抱いていたかもしれないが、憎しみの前で愛はあまりにも無力だ。世界は彼女を許さない。彼女もシーリンと戦うしかできなかった。彼女たちはシーリンを殺した。それがお前の言った助けだ。お前が口にした善意も理解もシーリンにとっては一番の皮肉だ。あんたが何を言おうと、彼女たちは確かにシーリンの心にいた。果てしない暗闇の中でシーリンは終わらない夢を見てた。あんたにないがしろにされたぬくもりは夢の中で彼女が最も手にしたいと願った宝物だった。生まれ変わって普通の人として友達を作って平凡で幸せな家庭を手に入れることを彼女は願ってた。彼女は両親の愛情を、母親の声を、その腕に抱きしめられたぬくもりを欲しがってた。彼女は希望を、幸せを求め、セシリアから教わった言葉を何度も繰り返した。そのすべてはコアの記憶に刻み込まれ、時を超えてその最後の祈りを未来へと届けると新しい意識を育んだ。それが私だよ。私はシーリンが願ったもう一つのチャンス。表と裏だって思ってもいいけど、人の心はそう単純なものじゃない。私たちはシーリンの願いから生まれた二つの魂。同じ木から生え違う方向へ伸びた二つの枝。私たちは彼女の感情と記憶を共有してるのに全く違う道を選んだ。何があんたに影響を及ぼしたのかはわからない。実験の苦しみ、崩壊の扇動、それともコアに刻まれた憎しみ。あの断片的な記憶は私にとって温かい夢だけど、あんたにとっては耐え難い呪いだった。同じ記憶でも違う目から映れば違う景色になる。そうかもしれないね。お前が何なのか知らないし気にもしない。私が生まれた意味は全てを壊しこの世界に滅亡をもたらすことだ。人類はシーリンを苦しませ彼女に全てを失わせた。だから彼女の怒りを受け止め相応の代価を支払うべきだ。誰もその禍根からは逃れられない。
憎しみの輪は永遠に終わらない。今のあんたはあんたの嫌いな人類と同じ新たな苦しみを生み出してるだけだ。だがお前は私を止められない。数えてみるといい。家族、先生、友人、今までお前のせいでどれほどの人がこの終わらない悪夢に巻き込まれた。彼女たちは帰る場所を失い、命を失う者すらいた。そしてお前はただそれを見ることしかできず、何もできなかった。ああ、そうだ。こいつもいたんだったな。デナレス。忘れたとは言わせない。お前のせいで死んだんだから。たとえお前もシーリンだとして、それが何だと言うんだ。お前には私に対抗する執念がない。ほら、コアが選んだのはこの私だ。なぜとどめを刺さない。どうせ一度は殺したんだ。お前にとっては造作もないことだろ。そいつはあんたが作った幻影に過ぎない。どうやらここは支配劇場じゃなく私たちの意識空間なんだね。それなら私にも同じことができるはずだよ。何を企んでいる。今までリチャコアが私を拒んでいたんじゃなくて、私がコアを拒んでいた。過去の残響が怖かった。あんたと一つになる事実を受け入れることが怖かった。向き合おうと決心したのに、心の中で無意識に逃げてた。でもそんな弱さも今日までだよ。私は向き合おうとしなかった過去、封印した記憶、そしてあんたにまつわる人生にちゃんと向き合う。それらを乗り越えて本当の自分を受け入れる。
のないもがき、意味のない存在、意味のない命、消えろ、意味のない世界。仲間の顔が見れて嬉しい、キアナ。これで戦えなくなる。そうでしょ？
私たちの友人を、永遠の英雄を、今日ここに忍ぶわ。彼女の人生や彼女が成した偉業は割愛させてもらうわね。それは誰もが知ってることだから。ただ、彼女と共に過ごした時間をみんなと共有したいと思う。私たちが出会ったばかりの頃、彼女はまだヴァルキリー突撃隊の普通の隊員だった。彼女は未熟で、かつての私たちと同じだった。でもある任務の後、彼女の瞳は変わったわ。当時の彼女にとって、たくさんの道が用意されてたはず。私はただ、もう一つの可能性を彼女に提示しただけ。ええ、彼女に聖フレイヤ学園の招待状を送ったの。けどしばらくして、私は後悔したわ。教師のくせに授業には遅れるし、朝帰りはするし、二日酔いで起きてこないこともしばしばあった。彼女から没収したものだけで、物置部屋がいっぱいになるほどだったわ。生徒たちは彼女のことが大好きだったけど、私はため息ばかりついてたのを覚えてる。彼女はあまりにも教師らしくなかったから。でも、そんな教師が自分の生徒を救ったの。そんな教師が
あたくしたちに仲間の意味、戦うことの意味、理想の意味を教えてくれた。そして美しさの意味もね。彼女は最高の先生だったわ。姫子、これいいお酒よね。没収した時あなたがとても悲しんでたのを覚えてる。今あなたに返すわ。私は迷ったせいで過ちを犯し、恐怖で自分を見失ったことがある。暗闇の中で姫子先生が空に明かりを灯してくれた。静かな夜を歩むための道を照らしてくれた。どう進めばいいのか教えてくれた。姫子先生、先生が残してくれた空は今も綺麗だよ。私たちは先生が切り開いてくれた道を歩いて前へと進むから。
姫子先生。こんな時に一人で会いに来てごめんなさい。あなたの教えはずっと覚えています。それがあるおかげで、私は自分の選択を強く信じることができました。誰かを守る方法、そして自分の人生を貫く方法を、あなたは私に教えてくれました。そして私はその教えを守っていきます。言葉より行動で示した方がいいですよね。今までありがとうございました、姫子先生。あなたの生徒になれて幸せでした。何の用だ？支配の律者が倒されたわ。ああ、知っているよ。そのコアは消え、行方もわからない。でも、今日はそのことで来たわけじゃない。何が聞きたい？
私が律者の力を使って人形と戦った時、私の意識は言い表せない妙な空間に連れて行かれた。そこは律者の力の根源たる場所だと思う。果てしない意識がそこを覆っているように感じた。その意識は私の脳内に何かを直接注ぎ込もうとしたけど、それは私の体内を満たす電磁波によって阻まれたわ。ケビン、私は疑問に感じたの。もしその意識が例の崩壊の神なら、そんなことで自分の使徒に影響を与えられなくなるもの。前の世代から今日まで全文明の最後の英雄として戦ってきたあなたが何も知らないわけないわよね。今の世代の人たちに教えていない秘密はあとどれだけあるの？答えてほしい。今すぐに。いいだろう。今の君にならその資格がある。資格？答えを求める資格さ。
ケビン？ケビン？あなたって本当に人に迷惑をかけるのが好きね。